はい、こんにちは。今日は天の街道を走ってます。ちょうどまあ中間地点ぐらいかな。この給水塔があって、左の方には今聞こえると思いますけど野球場があって、今今日試合してますね。でここはこの穴地蔵というものがあります。こちらですね。今日はこのまま天の街道を走って、金剛寺まで行きたいと思います。まあ距離はもう自宅から 7,8 キロと、まあすごい短いです。ほんとポタリングです。また午後から雲、入道雲もすごいですけど、また雨来そうなのでちゃちゃっと行って帰ってきたいと思います。ここら辺はちょっとこういう風に木陰があって、影があるんで結構涼しいですね。ちょっともう日が当たるとこ行くともう暑いですね。今日も最高気温33度とか普通に行くみたいなんで、本当はこの週末金曜日がお休みだったんで少し足を伸ばして走りに行きたかったんですけど、どうもこの週末はもう天気がすごい変わりやすい天気で、晴れてたと思ったらすぐゲリラ豪雨みたいのが来る感じだったんで、結局どこにも出かけず今日もう日曜日迎えてます。いやちょっとあんまり遠く行けないけど、せめてちょっと走りに行きたいなと思って、少しだけ、まあ、金剛山、まあ、あっという間に、金剛山じゃない、金剛寺か、あっという間に着いちゃうけど走ってます。どうもこの前なんかラジオ聞いてたら、金剛寺の横にひまわり畑があるらしくって、そんなに大きくないらしいんですけど、でも今ちょうどなんか見頃を迎えてるらしいので、これはまあ近いからせっかくなんでちょっと撮りに行きたいなと思って、はい、走ってます。それとですね、今日はカメラをですね iPhone のみで撮ってます。 GoPro とかもう持ってきてません。今日はiPhone 縛りでちょっと行ってます。一応まあ iPhone も手ぶれ補正があるみたいなんで、まあ GoPro ほどではないにしてもそこそこ手ぶれ補正効くみたいなんで、今これちょっと首にネックマウントに固定して撮ってますけども、どんな感じに撮れてるでしょうね。おお、ナスが鳴ってる。ナスの畑で稲ですね。結構伸びてきてるな、稲も。うん、青々してますね。金剛寺駐車場です。おー、見えた見えた、すごい。うわ、すごい。おー、はい、奥が金剛寺ですね。でその手前にこうやって、おお、すごい、ひまわりがいっぱい咲いてます。おお、すごいな。